1945年5月10日のヨーロッパにおける軍隊配置状況。赤字に、奇数字がソ連軍、緑地に白数字がアメリカ軍、茶地に、米ュ数字がイギリス軍創造を絶する作戦は1945年5月22日付で、イギリス軍が作成したソビエト連邦との戦争計画。安心かぶる作戦とも呼ばれる。実行に移されてはいない。 イギリス政府にとって初めての本格的なソ連との戦争計画であり、イギリス軍とアメリカ軍の連合軍がヨーロッパ東北部を主戦場としてソ連軍と対決するという内容だった。1941年のモスクワの戦いでソ連軍がドイツ軍に対して勝利を収めると第二次世界大戦の終戦後はイギリスアメリカとソビエト連邦の参加国が協調して 世界秩序を担う可能性が高まってきた。イギリスの首相だったウィンストン・チャーチルにとってソ連が勝利する展開は予想外であり、かつ個人的にソ連のボリシェビズムを非文明として敵視していた。イギリス軍の参謀長会議やその参加の戦後、計画本部では参加国の長期的な関係について検討が行われ、軍人たちはソ連を潜在的な敵国とみなし、外務省でも 戦後10年以上を考えた時にソ連は重大な脅威となると結論付けている。なお、両者ともアメリカとの戦争は問題外としている。ソ連で戦後構想の立案を委任されていたマクシム、リトビノフは参加国による協調と平和を強く望んでいたが、一方でイギリスの長期的な勢力衰退に伴う勢力圏再編の一部として、 トルコへの圧迫やイタリア領北アフリカへの進出をソ連は試み、イギリスはこれに強く反発していた。アメリカのフランクリン・ルーズベルトはテヘライ会談以降チャーチルを外した行動をとっていたが、1945年になってポーランド問題や地頭によるトレーステ占領などでヨーロッパにおけるソ連の脅威が強まるとイギリスと連携して対抗するようになった。 このような状況下で積極的にイギリスがソ連に進軍する場合の作戦計画を立案するようチャーチルは統合計画本部に命じ、その改戦期日は7月1日とされた。これはイギリス政府にとって初めての本格的なソ連との戦争計画となり、5月22日に報告書がまとめられた。作戦の目的はイギリス帝国とアメリカ合衆国の意思を ソビエト連邦に承認させることであり、そのための軍事的勝利を収める可能性について検討が行われた。また、立案にあたっては、ことなどが前提とされた。ソ連地上軍がイギリス陸軍及びアメリカ陸軍に対して数量的に圧倒的優位にあったことなどから、限定的な軍事的作戦で迅速な勝利を収めることが本作戦では重点的に研究された。この場合、 広範囲に分布しているソ連の各産業間の連絡を立つためにバルト海沿岸を中心としたヨーロッパ北東部において大規模な陸上機種作戦を行うことが期待された。英米軍は47個手段が投入可能でありバルト海で優位を得ているイギリス海軍から艦砲射撃と艦載機攻撃によって自身の左翼に支援を受けつつ170個手段を 要するソ連軍に対して右翼から繰り返し攻勢をかける方針が打ち出された。この他、ドイツ人の反訴感情を利用して開戦後にドイツ軍10個子を投入することも可能とされている。オーデルナイセ戦で数制を決める戦車戦が行われると予想され、これに英米軍が勝利した場合は、ダンツヒとブロツワフを結ぶ戦まで進軍が可能だが、敗れた場合は、 全面戦争への移行が予想された。全面戦争で勝利するためには、ソ連の主要な大都市部を占領して、戦闘で決定的な勝利を挙げる必要があるが、英米軍では、バルバロスサ作戦で多くの大都市部を占領したドイツ陸軍ほどの成果を得ることすら期待できないとされている。このような展開以外でも、ソ連側は全面戦争に移行する決定権を持ち、 戦略爆撃及び海軍力における英米の圧倒的優位はソ連にとって致命的要因にならず全面戦争は長期化してアメリカによる膨大な軍事資源の投入とドイツを含む西ヨーロッパ諸国の再軍備と再編成が必要になると報告された。この一方でソ連にはドイツのような戦略爆撃や潜水艦攻撃の能力がないため 英米側の基地や船舶は大きな脅威を受けず、ソ連側が勝利を収める可能性は一切ないとされている。ヨーロッパ以外の地域については、中東における第二戦線の形成が予想された。この地域では、ソ連軍の約11個師団に対して、英米側は、インド軍の3個旅団しかおらず、イラン・イラクを占領された上で、石油資源を圧迫され、 イギリスの帝国防衛に対する深刻な影響が予想された。また、すでに南東ヨーロッパで支配的となっているソ連は、トルコのヨーロッパ側を占領して、ボスポラスダーダネロスの領海峡を封鎖する可能性があり、英米側にとっては、国会での軍事行動が制限されるとともに、ギリシャへの脅威となるとみられた。また、英米軍の奇襲があれば、 ソ連と日本の間で軍事的な合意が形成され、極東では大陸脱作戦のような中国戦線での日本軍の攻勢強化が起きうると予想された。ソ連軍が極東で英米に攻撃作戦を行うことは考えにくいが、英米側もヨーロッパ戦線のために対日主要作戦を延期せざるを得なくなり、極東戦線は手詰まりの膠着状態に陥ると見られた。 作戦報告を読んだイギリス陸軍参謀総長のアラン・ブルックは作戦成功は全く不可能だと判断し5月31日の参謀長会議でも作戦実行は考えられないだと評価されている6月8日にトリエステの明け渡しにヨシップブロズ地等が同意したことで作戦発動の可能性はなくなった一方でウィンストン・チャーチルは アメリカ軍がヨーロッパから全面的に撤退してフランスやネーデルラントまでソ連軍が進軍した場合のイギリス本土防衛作戦の立案を6月10日に明治統合本部は再び想像を絶する作戦という名称で7月11日に報告書を完成させたこの報告書ではソ連軍には脅威となる海軍力や上陸戦の経験がなく空軍による 攻撃の影響も限定的であり、ロケット兵器による攻撃を除けば今後数年間は、ソ連によって本土の安全が脅かされることはない、と結論付けている。7月16日の鳥ティ実験の成功及び7月18日のハリー・エストルーマンとの会談で、終戦後の連合参謀本部存続に前向きな回答を得たことで、 原子爆弾によるソ連工業施設の一層を含む全面戦争をチャーチルは検討するようになったが、同月の総選挙で労働党が勝利し、さらに8月9日のソ連隊に参戦によってチャーチルによる大疎開戦はなくなった。英米がソ連を軍事的に屈服させることができず、一方でイギリス本土の防衛は可能だとした点で本作戦は冷戦の構図の先駆けだったと言える。 ありがとうございます。